予選の第1組です。男子三段跳び続いて3段跳びは5回目の跳躍に入っています。4回目においては順位に記録に変動はありませんでした。先頭に出ておりますのが日本記録保持者の川本君。その川本君を先頭に400を通過いたします。56秒、川本くん、松井くんと続きます。男子三段跳び筑波大学米澤くん、5回目に15m82と記録を伸ばしまして2位に上がってきています。続いて東海大学予選の第1組、先頭は川本君、続いて松井君、岡田君と続きます。先頭は川本君、続いて田中君、森下シエクション。10秒70、2着田中君、盛岡市役所1分5